こんにちは、皆さん、歴史チャンネルへようこそ。今回は前田利家、加賀百万石の英雄の生涯とは、槍一本で痛快かつ感動のドラマを解説というテーマのもと、前田利家の人物像や真実について解説していこうと思います。前田利家は戦国時代から安土桃山時代にかけての武将で、豊臣秀吉の家臣として知られています。加賀百万石の初代の大名として北陸を治めたということだけでなく、そろばん好きの堅実な大名、愛妻家の武将としても有名ですが、大名としての成功を果たすまでにはどんな決断と苦悩があったのでしょうか。この動画では前田利家の生い立ちから、織田信長、豊臣秀吉との関係、そして加賀百万石に至るまでの功績について解説していきます。では彼の生涯を一緒に見ていきましょう。前田利家は加賀、現在の石川県南部越前、現在の福井県北東部のと、現在の石川県北部の北陸一帯を治めたことで有名ですが、生まれたのは尾張国荒子村、現在の愛知県名古屋市中川区荒子町であると言われています。1538年、天文7年に名族であった荒子城主前田利治の四男として生まれたと言われています。幼名は犬千代でした。前田利家は幼少期大胆な性格であることから犬というあだ名で呼ばれ、幼少期以降も多くの武将からその愛称で親しまれました。さらに織田信長のうつけ仲間として喧嘩っ早く異様ないでたちで、派手な長槍を持って歩いたため、皆が道を避けて歩いたと言われています。秀吉の猿に対して利家は犬と呼ばれ、信長や秀吉からも可愛がられた人物だったようです。そして多くの武将から信頼され親しまれたと言われています。信長と共に幼少の頃はうつけ、青年期は歌舞伎者として知られ、その斬新で奇抜な感性は加賀百万石の絢爛豪華な武家文化として今日まで残っています。1552年、天文21年8月、前田利家は織田信長と清洲城、現在の愛知県清洲市城主の織田信友との間に起こった深安の戦いで戦果を出しました。少し詳しく見てみましょう。この戦いは織田家当主となった信長の2度目の戦い、深安の戦いのことです。1度目の戦いで惜しくも引き分けとなった赤塚の戦いからわずか4ヶ月後の8月中頃、尾張守護大清洲織田家織田信友重臣の境大膳仁助が信長の師匠である深田城と松葉城を奪います。信長が織田家の当主となったとはいえ、織田家中華中では大うつけと言われる信長に対し不満や反感を持つ者がとても多く、赤塚の戦いのきっかけも家臣の今川家への寝返りが原因であったとされています。深安の戦いは槍の又座と呼ばれ、血気盛んな若者のまだ14歳であった前田利家の初陣でもありました。この戦いで前田利家は首級を一つ上げる手柄を立てています。つまり敵の首を討ち取って手柄を上げたのです。この後も井上の戦い、浮野の戦いに従軍し功績を挙げ、利家の強さは多くの人に知られるようになりました。信長は利家の強さを心から称賛し厚く寵愛しました。時は過ぎ、1558年、永禄元年、22歳となった利家は当時12歳だった松と結婚することになります。松は幼い頃から容姿端麗でとても賢く、読み書きそろばんをもたしなむ才媛だったと言われています。前田利家とその妻松のエピソードは NHK の大河ドラマで放映された利家と松でもとても話題となりました。このドラマをきっかけに生涯をかけて前田利家を支え、前田利家の死後も自分の身を犠牲にして前田家を守った松は前田利家と同じくらい有名になったといえます。利家と松はとても仲が睦まじく、生涯で11人の子供を産んだとされています。また松は安土城、現在の滋賀県近江八幡市安土町下の屋敷に住んでいた頃に、隣に住んでいたとされる豊臣秀吉の妻ねねと親しくしていたとも伝えられています。妻縁である妻松と結婚し、織田信長から寵愛を受けていた利家はとても順風満帆に見えましたが、血気盛んな性格が災いし大きな事件を起こしてしまいます。その事件こそが郊外切りと呼ばれる事件です。利家は信長に仕えるお気に入りの同胞衆、ちなみに同胞衆とは将軍の近くで雑務や芸能を行っていた人のことです。
この同胞衆の銃網を信長の目の前で斬殺してしまいます。信長はこの行為に激怒し、利家を出資停止処分としました。つまり収入を失ってしまいます。前年に妻である松と結婚しており、この頃は妊娠中でした。ちなみに公害とは、刀装具でありながら、身だしなみを整えるために用いられていた小道具のことを言います。当時、耳かきとして耳垢を取ったり、乱れた髪を直したり、髷の中で痒くなった部分を嗅いたりするなど、様々な用途があったとされています。この頃の経験から、利家は金勘定に細かい性格になっていったとされています。当時まだ普及していなかったソロバンを愛用し、よくこう言っていたそうです。ともかく金を持てば、人も世の中も恐ろしく思わぬものだ。逆に一文なしになれば、世の中も恐ろしいものである。話を戻します。利家が銃網を斬殺した直接の理由については、利家が大切にしていた日本刀の公害を銃網が盗んだことにあるとされています。公害を盗まれ激怒した利家を織田信長は仲裁しようとしましたが、銃網が態度を改めなかったばかりか、一度許した利家を銃網が悪く言ったために、利家の怒りが頂点に達し、殺害に至ったのだと言われています。しかしながら、信長の怒りを買ってしまった利家は、使える家をなくしてしまい、浪人として諸国を放浪することとなりました。織田家から追放され、浪人の身となった前田利家はこの時、織田家からの寵愛を失ったことで、信頼していた友や家臣も次第に離れていったとされています。また失意のどん底にあったとも言えます。しかし当時上司であった柴田勝家や友であった秀吉の付き合いは続いたとされ、また妻の松と秀吉の妻のねねの関係も良好であったとされています。この経験を経て前田利家が進化を発揮するのはこのどん底からの巻き返しでした。利家が加賀百万石となるまでに築き上げた功績について一緒に見ていきましょう。信長からの寵愛を失い出資停止処分を受けましたが、利家はこれまでの恩に報いるために織田家への帰参を果たそうと数々の戦績を挙げることで信長へ忠誠心を示したと言われています。1560年、永禄3年、今川義元と織田信長が戦火を交えた桶狭間の戦いでは、織田側の軍勢として無断で戦闘に参加したと言われています。桶狭間の戦いとは、当時27歳の織田信長が4000人ばかりの兵を味方に、2万5000人もの今川義元軍に戦いを挑み、勝利した戦いのことです。この桶狭間の戦いで織田信長の率いる軍が勝つことは想定外のことでした。その勝ち目がないとされていた理由として身分の差、経験の差、兵力の差の3つが挙げられます。しかし信長は今川方へ寝返った武将たちの筆跡を真似して偽の手紙を作るなどして、あの武将たちは織田とつながっているのではないかという疑心暗鬼を植え付けさせたとされています。疑心暗鬼に陥った今川義元は織田方から寝返った武将を切腹させました。また今川方に内通者を置き情報操作をしていたとも言われています。少ない兵などでおとりを用いたりするなど、狙うは今川義元ただ一人と狙いを定め、戦略家としてまた天候の変化という運を味方につけ織田軍の勝利となりました。この戦いで前田利家は3つの首を挙げる功績を残したと言われています。しかしやはり信長からの許しは得られませんでした。そこで利家はさらなる功績を挙げようと考え、斉藤義達と争った森部の戦いにまで無断で参加したと言われています。そこでも数々の功績を挙げ、ようやく織田家に戻ることが認められました。この森部の戦いとは桶狭間の戦いの翌年の永禄4年5月、美濃を治める斉藤義達が急死すると、信長は清洲城、愛知県清洲市から美濃へ向けて出陣しました。木曽川、長良川を越えて森部に布陣し、その数は約1500と言われています。これに対して斉藤軍は下宿大垣市、角俣町から約6000の大軍で森部へと押し寄せたとされる戦いのことです。その戦いで前田利家は首取り足立と恐れられた美濃の荒武者足立六兵衛を仕留めました。信長に城一つに等しいと言わせたほどの大手柄を挙げたことで帰参を許されたとされています。つまりこの戦いで利家は猛将の首を取って出世のきっかけをつかんだとも言えます。そして後に槍の又座と呼ばれた利家の武勇伝の一つです。ちなみに利家の身長は残された着物の大きさから180センチほどだったのではないかと推測されています。
当時の男性の平均が160センチに満たないことを考えるとかなり大柄だったことがわかります。そんな彼は合戦時6メートルを超す長さをした派手な槍を持って戦っていました。この槍を用いて数々の戦績を挙げたため槍のまた座という異名がついたとされています。織田家に戻った前田利家はそれまで以上に織田信長に対して忠誠を誓い領土拡大に大きく貢献しました。再び織田家の家臣として仕えるようになった後家督を継ぐように織田信長に命じられ1569年永禄12年前田利家は前田家の当主となりました。前田利家の父である前田利治の死後当主として家督を継いでいたのは長男の前田利久でしたが前田利久には子供がおらず病弱であったためまた利家は長く赤幌衆と呼ばれる親衛隊の一員として活躍しました。ちなみに幌というのは騎馬武者がつける装身具のことを言います。簡単に言えば利家は赤い装身具をつけた十人選抜の一人でした。信長はこの幌衆と呼ばれる親衛隊を重視していたため武勇に優れた前田利家が前田家を継ぐべきだという織田信長の判断があったとされています。利家が前田家の家督を継ぎ生誕地の荒子上城主として前田家の領地一帯を治めることが決まると前田利久だけでなくその養子の前田慶次や前田家の重臣奥村長富も城を去り利家は名実ともに前田家の主となりました。もともと優れた槍使いとして数々の功績を挙げてきた利家ですので信長からの信頼を取り戻した後浅井氏朝倉氏と争った金ヶ崎の戦いでは信長の警護を任されるほどになったとされています。事の発端は信長の妹であるお市の方を浅井長政に嫁がせ信長と浅井浅井長政の2人は縁戚関係により同盟を結んでたのにもかかわらず1570年元亀元年の4月に金ヶ崎の戦いにおいて浅井長政は織田信長を裏切り朝倉義景に味方しました。朝倉軍浅井軍の両軍に挟まれることを恐れた信長はしんがりとして豊臣秀吉らを残して少数の家臣を引き連れての退却を余儀なくされたとされています。金ヶ崎の軒口や金ヶ崎崩れとも呼ばれています。その警護を任されるということは利家に相当の信頼があったように思えます。そして利家は金ヶ崎の戦いから2ヶ月後の6月の織田信長徳川家康連合軍と浅井長政朝倉義景連合軍が争った姉川の戦いでは浅井長政の配下にあった武将浅井義七郎を討ち取っただけではなく劣勢の中利家は一人で後衛を引き受け追尾して襲いかかる門徒兵に対して槍を振るって力戦奮闘しました。そして譜代の家臣村井長頼が加勢に駆けつけてきてやっと気球を脱して帰陣できました。利家一人の武者働きによって総崩れを食い止めたということで信長から日本武装の槍とまで称賛され当時大評判になったといいます。この他にも石山本願寺と争った春日井堤の戦いでは退却する織田軍を守るためただ一人戦場に踏みとどまり味方が逃げるのを助けたとされています。そして一条田二条の戦い長島一向一揆長篠の戦いでも主級を挙げ信長からさらに厚い信頼を得ると利家の名声は戦国の世に広く知られるようになっていきます。前田利家は織田家への帰参後1574年天正2年からは柴田勝家と共に一向一揆の鎮圧をするなどの多くの戦いを経験しました。信長の命により北陸方面軍の一翼を担うことになった利家は北陸方面軍の総指揮を担う柴田勝家と良好な関係を築いたとされています。一方同じ北陸方面軍の中で仲が悪かったのがさっさ成政でした。理由はかつて切った十安とさっさ成政の仲が良かったからです。そのため利家と勝家の2人は仲の悪かったさっさ成政がいる宴会において彼をおちょくるような話をよくしたといいます。利家とさっさはこの後秀吉がさっさに切腹を命じるまで険悪な状態は変わらなかったと言われています。そして翌1575年天正3年越前の一向一揆を平定したことでさっさ成政、不破光晴と共に越前府中現在の福井県北東部10万石を与えられました。こうして利家は府中三人衆の一人となり
さっさなりまさ、久場光晴とともに越前国を治めることになりました。一向一揆以降も利家は柴田勝家の下で華々しい活躍を見せ、さっさなりまさらとともに上杉謙信と戦うなど、特に北陸地方での領土拡大防衛に尽力したと言われています。信長の指揮の下、利家は柴田勝家とともに手柄を重ねていったとされています。また北陸以外の戦いにおいても信長からの命もあり、有岡城の戦いや三木合戦にも参加し、数々の戦果を残したとも言われています。しかしある事件により利家は大きな転機を迎えてしまいます。1581年、天正9年、利家は信長から能登23万石の領有を任されました。難攻不落と言われた七尾城、現在の石川県七尾市に代わり、新しく小丸山城、現在の石川県七尾市を築き、北陸を代表する大名として領地の運営整備にも力を注いでいくようになります。1582年、天正10年、ある事件が起こります。それは歴史的大事件である本能寺の変です。この事件により利家は一転して不穏な立場へ置かれてしまいました。豊臣秀吉が明智光秀を討った山崎の戦いの最中、利家は柴田勝家の下で別の領地を攻略していたために、この戦いに参加できませんでした。そのため信長の仇を討つことはできなかったのです。そして山崎の戦いの後、織田家の後継者について話し合う清須会議が行われると、協力関係にあった柴田勝家と長年親交を深めてきた豊臣秀吉が真っ向から対立してしまいます。前田家を守るため、さらには今まで築き上げてきた自分の信念と忠誠心を貫くため、どちらにつけばよいのか、この時前田利家は判断に迷い苦しんだとされています。信長の後継者を決める清須会議において、利家は協力関係にあった柴田勝家側につくことになりました。この時も本当に柴田勝家側についてよかったのか、利家は苦悩したと言われています。清須会議後、利家は柴田勝家側の大名として豊臣秀吉との和議を行うこともあったと言われています。しかし変化の激しい戦国の世です。最終的に利家は賤ヶ岳の戦いで柴田勢を裏切り、豊臣秀吉側につくという大きな決断を下します。1583年、天正11年、4月、最初利家は柴田勝家側の軍勢として戦いに出陣しました。ところが戦いの最中、利家は豊臣秀吉側からの誘いに乗り、合戦中に突然自軍全てを撤退させたとされています。そのことがきっかけで柴田軍は総崩れになってしまい、柴田勝家は敗走を強いられたと言われています。最終的に利家の判断によって賤ヶ岳の戦いは豊臣秀吉が勝利しました。それ以降、秀吉からの信頼を勝ち取った利家は秀吉に仕え、戦後新たに加賀二郡の領地を得ることになりました。加賀に新たな領地を得た利家は本拠地を小丸山城から小山城、現在の金沢城に移し、北陸地方の統治を強化していきました。一方、1584年、天正12年に東海地方において秀吉軍と徳川家康、織田信雄連合軍が対立する約9ヶ月にもわたって続く小牧長久手の戦いが勃発します。その隙をついて、以前より能登加賀地方を狙っていたさっさなりまさが利家の治める能登へ侵攻してきました。これが末盛城の戦いです。さっさなりまさは能登の要所末盛城を包囲しました。一時は三の丸が打ち破られ、二の丸まで危機に陥ったとされています。しかし金沢城にて末盛城が危機にあるとの知らせを受けた利家はすぐさま精鋭2500人とともに能登へ出陣しました。1万5000人もいたさっさなりまさの手勢を背後から攻める奇襲を行い、わずかな兵で末盛城を奪還したと言われています。その後、小牧長久手の戦いにおける局地戦の一つ長久手の戦いで秀吉が敗れた後も、利家は北陸での戦いに尽力し領地を守り抜きました。豊臣側につき末盛城の戦いで能登を守った利家ですが、さっさなりまさとの戦いは翌1585年天正13年までもつれ込んだとされています。
しかしその間、利家は加賀と越中、現在の富山県の境にある砦に侵攻しました。そして上杉景勝の協力のもと越中まで進出していきました。さらに関白に就任した豊臣秀吉が10万人の大軍を送り、さっさ成政が籠城していた富山城を包囲しました。この戦いの中で利家は1万もの兵を率いて戦いを先導しました。織田信雄の仲介もあり、さっさ成政は降伏することとなりました。そして利家を攻めたさっさ成政は領土没収の命を受け、利家の長男前田利勝が越中三軍を豊臣秀吉から賜ることになりました。利家は秀吉との昔からの友情もあって信頼されていました。そのため76万5千石という大領主となり、北陸方面の重鎮になりました。そして北陸での戦いが終わった後に越前を治めていた丹羽長秀が没しました。このことから国替えが行われ、丹羽家が持っていた領土を利家が引き受けることになりました。ちなみに国替えとは大名の領地を他の場所に移し替えることを言います。こうして前田利家は加賀越前能登の三国を支配し、加賀百万石初代の大名として北陸を治めるに至ったというわけです。文禄2年1593年8月、豊臣秀頼誕生の方に秀吉は大阪に戻りました。利家も続いて登場し、11月に金沢に帰城しました。この時に松の次女である千代の方との間に生まれた子供が猿千代でした。後の第3代加賀藩主前田利常です。慶長3年1598年になり、秀吉も利家も健康の衰えを見せ始めます。3月15日に第五の花見に妻の松と陪席すると、4月20日に嫡子利長に家督を譲り隠居しました。しかし実質的には隠居は許されず、草津より戻った利家は五大老五奉行の制度を定めた秀吉より大老の一人に命じられています。それは家康と並ぶ大老の城主の地位であったとされています。そして8月18日、豊臣秀吉は前田利家らに嫡子である豊臣秀頼の将来を繰り返し頼み没します。そのため利家は大阪城に入り、秀頼の守役として大阪城の実質的主となりました。しかし大阪城へ入城してわずか1ヶ月、前田利家は病でこの世を去ります。利家の死因は内臓消化器系の癌の可能性が高いと見られています。1599年、慶長4年4月27日、享年62歳、大阪で亡くなりました。墓所は石川県金沢市の野田山で、代々の加賀藩主と共に祀られています。こんな逸話が残っています。利家が亡くなる2日前に妻の松は鎖片びらを夫に差し出したといいます。そして松は言います。あなた様はこれまでに戦で多くの人を殺めてこられました。この後はどうなるか、それだけが恐ろしゅうございます。どうかこの鎖片びらをお召しになり身を守ってくださいませと、利家が地獄へ行くことを心配して鎖片びらを身につけていくようにと松は願いました。しかし利家はこれを拒みます。多くの人を殺めてきたが義に背く戦はしたことがない。もしも地獄に落ちたなら戦で死んだ者どもをかき集め閻魔相手にもう一合戦してくれるわと言ったそうです。そして利家は鎖片びらは松が来て自分を追いかけてくるようにと言い残したそうです。前田利家は豊臣秀吉への義に生き、正妻松への愛に生きた人物でした。秀吉から秀頼の将来を託された利家でしたが、わずか1月で亡くなり大きな未練を残していたようです。しかし利家が亡くなり、息子である利長が大阪に見切りをつけて帰国したからこそ加賀百万石の繁栄は実現したとも言えるのではないでしょうか。最後に利家が使った代表的な家紋2種について、そして残した名言の一部を見ていきます。前田家の家紋として最も有名なのがこの加賀梅鉢紋です。この家紋は前田家の養子である前田慶次も使っていたとされています。この梅鉢の家紋の由来は学問の神様と言われる菅原道真公にあります。真偽は分かっていませんが、前田利家はたびたび自分は道真公の子孫だと自称しており、この梅鉢紋を好んで使用していたと言われています。真面目で堅実な前田利家が菅原道真公を尊敬していたことが分かる家紋だと言えます。五大老とも呼ばれ、豊臣秀吉から熱い信頼を受けていた前田利家は、豊臣秀吉から賜ったこの五七の桐の紋も積極的に使っていたとのことです。
もともとこの五七の桐は豊臣秀吉が織田信長から賜り自身の家紋として用いていました。そして秀吉は配下の武将たちへこの五七の桐を受け渡したために前田利家以外にもこの五七の桐を使っていた戦国武将は西日本を中心に数多くいると言われています。青年期は不遇の浪人生活を経験し、その後も冷静な判断力と武勇で戦国の世を駆け抜けた利家でしたが、残した一部の名言を紹介します。 1. 人間は不遇になった時、初めて友情の何だるかを知る。前に解説しましたが、利家は十阿弥を殺害してしまったことにより織田家から追放されてしまいます。信長という大きな後ろ盾を失った後、信頼していた友や家臣が離れていき、利家は友情や信頼の脆さを知ることとなりました。この言葉からは利家が真の友情や信頼こそを最も大切にすべきだと考えていることが伝わってきます。2大軍の大将こそ油断してはならない。普通に考えればより多くの兵を率いていた方が戦いを有利に進められます。しかし利家は信長の下で何度も少数の兵が大軍を破るのを目の当たりにしています。そして自身も末盛城の戦いで奇襲を仕掛け、さっさ成政率いる大軍を破った経験を持っていました。そのため利家は率いている兵の数が多いからといって決して油断してはならないと自分自身に言い聞かせていたと考えられます。前田利家が大切にしていたのは本当に親しくしている人への信頼と、いつでも冷静に状況を判断できる能力であったのでしょう。この2つがあったからこそ厳しい戦国時代で多くの人望を得ることができたのだと思います。最後に前田利家の人物像や真実について解説してきました。前田利家は最初から最後まで自分が天下を取るなどということは考えていなかったのではないでしょうか。ただ自分に課された役目や義務を律儀に務め切った人生だったように思います。特に人望の厚さがにじみ出ているエピソードが多い武将の一人ではないでしょうか。最後までご視聴していただきありがとうございました。次回の動画でもさらに魅力的な歴史の物語をお届けいたしますので、どうぞお楽しみに。高評価とチャンネル登録をお願いします。それではまた。